ティベリア式の発音記号が付加された旧約聖書でエジプト期第20章第1から5節の主公写本ヘブライ語のティベリア式発音とはヘブライ語の発音方式の一つで旧約聖書のヘブライ語の伝統的な発音方式であるもともとはイスラエルの都市ティベリアのユダヤ人社会で交渉により伝えられていた聖書を朗読する際のヘブライ語の伝統的な発音方式であった 中世の初めにテベリアのマソラ学者たちは、シーンのみで記された、聖書ヘブライ語の伝統的な発音が、広大に失われるのを防ぐため、シーンのみのヘブライ文字からなる本文に、母音を示す符号を、ニクダーや、節回しを示す、ターメイハミクラーを付加する書式を考案した。テベリア式発音を表記するために考案された、ニクダーは、ミシュナーなどの他のヘブライ語文献でも使用され、後に、 様々な地域のユダヤ人社会で、ニクダーは、それぞれの地域の伝統的な発音方式で、読まれるようになった。ニクダーは今日、現代ヘブライ語の母音記号としても継承されている。しかし、現代ヘブライ語のニクダーは、記号の形こそ、テベリア式のものを継承しているが、母音の発音方式自体は、テベリア式発音とは異なり、 セファルディムの発音方式が採用されている。現在、ヘブライ語の文法書で説明されている発音方式は、テベリア式の発音体系ではなく、中世フランスのラビで、聖書中会社のダビド・キムヒが表した文法書に記されている体系に基づいている。キムヒの体系では、テベリア式の母音記号が、単母音と長母音に分類され、それぞれの母音記号には、 セファルディムの発音方式に基づいた音化が定められている。そのため、ティベリア式発音の本来の音韻体系を知るには、様々な文献を収集、検討することが必要である。以下は、その参考資料である。ティベリア式発音における、ヘブライ語の母音では7種類の通常長さの母音と、7種類の短い母音が区別されている。ヘブライ語の文法用語では、通常の長さの母音は、 完全母音、短い母音は、誘拐された母音と呼ばれる。完全母音は、すべて、一つの固有の記号により表されるが、U を表す記号のみに種類がある。注意すべき点は、これらは、すべて別々の母音を表しており、発音される、長さの区別はなく、すべて、同じ長さで発音されていたということである。誘拐された母音とは、上に挙げた、 完全母音のそれぞれと対応なす。短く発音される7種類の母音である。すべての種類の誘拐された母音が記号化されているわけではない。これは誘拐された母音のそれぞれの音価の区別が曖昧で、どの誘拐された母音を発音するのか、厳密に記号化するほど重要ではなかったからだと思われる。誘拐された母音の記号としては、通常、シュアーが使用されるか、シュアーの隣に、 他の母音記号を組み合わせて表記される。これらの記号は普通、高音を表す文字のもとに記されるが、高音以外の字母に記されている例も少なくない。例、肉田の他の記号と異なり、手話は母音の長さを表す場合もあり、母音の性質を表す場合もある。母音の長さについては、手話は母音がないことを示す。手話な派である場合と、上述の短母音。 誘拐された母音や、たまに、完全母音を表す、シュワーナーである場合がある。また、母音の性質については、シュワーは、テベリア式発音にある7種類の母音すべてを表す、ことができる。大抵の場合、シュワーが有音か無音かを、それだけで判別することはできず、聖書の朗読箇所の節回しの付け方により、有音にも無音にもなる。例えば、私は呼ぶという語において、 詩編第十八章第四節は無音であるが、同第十八章第七節は有音となっており、この二つは同一の単語である。このような場合、手話がどのように発音されるかは、その箇所に記されたターメイハミクラー等の朗読の節回しを表す記号により判別されるのである。しかし、このような手話の判別には常に適用される四つの鉄則も存在する。すなわち、 のヘブライ文字の元に付された、シュアゲイヤーの礼勇音、アーは通常、ハタフ・パタフの音歌を表している。シュアーが、ノドートの死因の直前にある場合は、その高音にある母音に対応する、誘拐された母音の発音となる。例えば、とても、という語は、がノドートであるため、の下のシュアーがにある母音、ホラムに対応する、誘拐された母音、ハタフ・ホラムになり、ムースと発音される。また、 シュワヨットの直前にある場合は、音川となり、例えば、日中にという語は、バイジャムのように発音される。特殊な例には、シュワゲイヤーというもので、ゲイヤーという記号が、シュワーの隣に付されると、そのシュワーの表す、誘拐された母音が、完全母音として発音される。例えば、このの下にあるシュワーは、渦のように、ゲイヤーにより、シュアゲイヤーとなり、 ゴホのシータと発音される。ティベリア式発音でのヘブライ語のシ音ンの発音の最も際立った特徴を以下に述べる。ダゲッシュはヘブライ文字の中央に打たれる点である。ティベリア式発音によるヘブライ語でのダゲッシュの用法は以下の通りである。マソラ学者の時代が終わると、ティベリア式発音の記号はヘブライ語の写本の編集の際、時代とともに修正、省略され、 正確な発音が次第に忘れられていった。ユダヤ人社会で、テベリア式発音を正確に伝承するところはなくなり、テベリア式発音記号は各地域における独自の発音方式で読まれるようになった。このような変化は今日では一層顕著である。信頼できる古代の文書に基づいた古文書学用のものを除き、ヘブライ語聖書の最近の版では、 単語の綴りの統一性を保つため、古い聖書法や母音記号に多くの変更が加えられている。近年では、シュアーナーは、現代ヘブライ語や、セファルディム式、アシケナジム式の発音で、いいと発音されている。ありがとうございます。